今日もいい天気です。さあ出発をしますかね。今日は軽めに、130キロぐらいかな。いい感じです。これでもね、こんな感じでも訳あり引きざりですね。よいしょ。さあ出発します。よいしょっと。さあ青空を見ながら行きますよ。よし、消さないと YouTube にバンされるから。さあ今日は、私が、姉や兄がやってる、みかん農園、今おいっ子が後を継いでめちゃめちゃ頑張ってるんですけど、なぜここまで私もガンガン頑張れるかというとですね、めちゃめちゃ甘いんですよ、食べるみかんジュースと言われるぐらいに、毎年毎年ね、どんなに酸っぱくても糖度13ぐらいでですね、今年もおおよそ11月の頭でまだちょっと青かったりするものもあった時にすでに13、14あったんで、まあ、今11月の25かな、これが12月入ると一体どうなってしまうんでしょうかっていうね、それぐらいの甘さでございます。で、まあ、昭和の時代はね、昭和天皇御用達と言われたぐらいにね、結構有名なみかんでございます。でそれがね、もうここまで甘くなるとはね、まあ、三浦半島は横須賀っていうか三浦半島はね、かなり温暖と言われるんですけども、まあせいぜい静岡ぐらいまでだろうと、あれですね、昭和の頃は言われてたらしいんですけど、まあ、それが横須賀の地でもねみかんが作れるということでですね、あ、寄ってくるな寄ってくるな、危ない危ない危ない。そんで、まあ、だん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 有名になってきてみかん狩りができるぐらいの大きさになったんですね。で、まあ私が、18ぐらいの時から車の免許を取る頃から、当時はスカイラインジャパンを乗ってたんですけど、そのスカイラインジャパンで横浜の富士屋までね、もう300キロぐらい積んで、200キロ積んだけど屋根の上にも積んじゃおうっつって、なんかキャリアを乗せてその上に積んで、シャコタンのジャパンでよく横浜まで、配達というか、まあ、横浜ところにね、勤めてたところもあったんで、でやってましたね。まあ、当時はみかんも、まあ、この時期みかんなんですけど、スイカとかメロンとかね、やっておりましたね。まあ、私は別に、まあ、うちの母方が農家なんですけど、私は特に普通に左官屋さんやったり調理師やったりとか、まあそんな感じでしたね。で、今年もですね、予約がもういっぱいいっぱいでですね、まあ、大体昔は2月3月ぐらいまではあったんですけども、まあ、このインターネットが普及してですね、すごいことになってしまいましてですね、まあ秀品とか A 品、秀品っていうのは優秀の秀ね、それからあとはまあ B 品とか、そのなんて言うんだろう、訳ありとか傷物とかまで、
もうすべて予約入っておりまして、まあ、訳ありとかそういうのはジュースにしたりとかですね、うん、サラダとかに使ったりとか、まあそういうものまで全部予約入ってですね、もう嬉しいことに、何せその訳ありでも傷物でもですね、味は一緒ですので、まあ、ジュースにしたりとかサラダとかフルーツとかに使う、フルーツやデザートとかに使うのはすごくもってこいでしてね、お値段もすごく安いので、でそれで予約をいただいております。で私も、これをこの車でですね、プライドを持って横須賀中央のうちの本店で売らさせてもらってますね。でそっちの方も予約がもういっぱいいっぱいで、常に予約をいただいてから、で横須賀中央に持ってって、それでそこで販売しております。なのでいついつ取り行くから用意しといてねっていうのがちょっとできないんですね。なぜなら天候に左右されたりとかですね、いろいろありますんで、特に大雨とか降っちゃうと、まあ未開園に行けないわけですよ。であとはみかんがちょっと濡れてたりとかすると、まあ、そのまんま重ねちゃうとですね、傷んだりとかしますんで、1個傷むと次々と傷んじゃうんで、そこは大事に大事に、やってますね。うちの甥っ子は頑張って。で、まああとはそうですね、宅急便もうちから出しておりますんで、宅急便も受けたまってます。で、お値段がちょっと言えないんですけど、まあ年々ちょっと変わってきますんで、まあちょっと今お値段は言えないです、うん、まあもしあれだったら私の Facebook を見ていただければと思いますね。はい、この甘さにしてこの値段は、うん、納得っていう感じのお値段だと思います。ちょっとまあよそさんには安すぎるとは言われるんですけど、本当に甘いですね。まず本当かよっていう人にはもう、うちの本店来ると私がちょこちょこ食べてますんで、それの一粒を食べてみてください。びっくりするぐらい甘いです。でその甘い理由もやっぱりね、ちゃんと摘果をするんですね、ビシッと。うちの甥っ子がですね、サボらず夏の炎天下のクソ暑い時に。で、まあその摘果したみかんもですね、毎年毎年販売しておりますんで、それはもう限定ですね。で、まあ、それぐらいしっかりと摘果するんで、でその時にちゃんと枝の手入れとかですね、木の手入れ、土壌の、ね、確認とかするんで、でだから病気も木の病気もね事前に防げてね、毎年毎年本当にね、台風が来ようとね、何が来ようと本当によくやってると思いますね。はい、それで、まあ、毎年毎年すごい量の出荷がね、出ますね。まあその当たり年外れ年っていうのがこの毎年毎年交互にたくさん実がなった次の年は木が覚えてますんで、たくさん実がなった年は次の年はならないんですよ。それでもねちゃんとそこそこの出荷が出ますんで、それもうちのお店もだん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 予約で、もう11月の頭の頃にはもう60人ぐらい来ちゃって、でこれ来年もう100人超えんだろうね、11月の時点で。前は12月でお歳暮時期になると、ああうち10キロね、うち50キロねみたいな感じで
なってたんですけど、11月の頭の時点でなんか6、70人来ちゃぐらい来ちゃって、いや Facebook とかすげえなーと思って、まあ、それがあの Twitter とかインスタとかですね、まあ、前昔は Mixi とか、本名じゃないですけどね、あのねバックレが多かったんですよね。だからみかんって特にあのそのいいやつでしたら日持ちはするんですけど、木ざりとか特に木ざりなんかになると重ねて箱の中置いとくともう日持ちしないんですよ。なのでもう箱詰めしてその日かまた次の日取り来なければ申し訳ないんですけど、あのね、次の予約の方にもう渡しちゃいますね。またその日の夜も来なかったらもうあの飛び込みの方に販売しちゃってます。なので特に傷物訳ありなんかは必ず、まあ、その日の夕方かまたは次の日に、取り来るように、お願いいたします。まあ、てことでちょうど信号赤だし、そういうことでよろしくです。みかんの話でした。